なぜこのドリンク、まあ、飲めば飲むほど特に女性にとって痩せることができるんでしょうかっていう、その痩せるポイントをねお伝えしていきたいと思います。はい、ポイントはですね4つあるんですね。1つ目はこのドリンクを作る上で材料がですね腸内環境を整えてくれるものだからなんですよ、まあ、イコール腸内にいる腸内細菌たちのバランスがやっぱり整うんですよね。結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが種類が増えて、しかもしっかりと餌をもらい、しかもずっとそこにねここ気持ちいいって住み続けてくれるような環境をあなたご自身で作ることができる、イコール根本的な痩せ体質を作ることができるということになるんです。これすごいでしょ。では2つ目です。血糖値の急上昇を、ね、抑えてくれます。これも大事ですよね。やはり食事をとると、まあ、大なり小なり血糖値って上がります。これまた大事なんですけどね、大事なんですが、上がりすぎるとその間脂肪がどんどん、まあ、血中に、ね、溜まっていて、結果脂肪を溜め込むっていう、まあ、そういったスパイラルに入ってしまいますから、いかにその血糖値の急上昇を緩やかにするかっていうのがね、ダイエットを成功できるかできないかっていうその鍵になってきます。そこの抑える効果もある。そして3つ目、脂肪燃焼効果がとてもいい飲み物になりますので、これもとっても大事です。そして4つ目、ここね大事なんですよ。この女性ホルモンのバランスを整えてくれるっていうところがポイントなんですよね。いかがですか、まあ、例えば生理前とかになるとすごくそのイライラってしたりとか、もう食欲が収まらないとかないですか。こうお子さんに当たってしまうとか、ついついねご主人にこうキーとかね、まあ、私も過去はそうでしたけれども、やっぱりそのコントロールってこう難しいんですよね。でしかも生理前になったら、まあ私のねクライアントの方もそうなんですけども、先生腰が痛いとか吐いたとかね、あのすごくね辛い、もうお薬飲まないとダメなんですっていう方が多いんですけども、でも大丈夫ですよって、このドリンクに使ってるこれを使ったら楽になりますよっていうことでお伝えしているものになりますから、ぜひ楽しみにご覧くださいね。はい、ではここから2つ目の項目です。何を使ってこの痩せるドリンク作るんでしょうかということで、材料が持つ痩せるポイントですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。まずね、あの豆乳を使います。無調整豆乳、ね、この豆乳は大豆製品なので、腸内環境が整って、また女性ホルモンと似た働きをしてくれるこのイソフラボンですね、まあ、ホルモンはエストロゲンといって、この私たち女性はこのエストロゲンがあるからね、脂肪燃焼をしてくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたりって、もうこんなにもねダイエット効果を与えてくれているホルモンなんですけれども、まあ、私もそうです。だんだんね年齢を重ねますと、このホルモンどん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 、まあ、減少していってしまうので、今まで通り食べてるのに、今まで通り運動してるのにもかかわらず、なんで私最近太ってきたのっていうのは、やっぱそこなんですよ。なので今まで通りしてたらダメですよってこと、逆を言えばですね、じゃあどうすればいいのかっていうと、こういった大豆製品を取りましょうということになります。でまたその痩せ菌たちの餌となる食物繊維も取れますし、しかも痩せるためにはねタンパク質が必ず必要なんですよね。特に女性の私たちはタンパク質不足の方が非常に多いので、しっかりここでタンパク質取りましょうね。そして大豆オリゴ糖があることで腸内環境を整える、まあ、調整役もしてくれるものも入ってますし、コレステロール値も抑えてくれますよっていうことです。はい、そして2つ目の材料はレモンですね。レモン果汁を今回使ってみたんですけども、レモンってねすごいんですよ。あの脂肪吸収を抑えてくれるフィトケミカルが豊富に入ってますし、あとあのクエン酸、まあ、要は酸っぱいものってクエン酸が入ってるんですよね。リンゴ酢だったり、このレモンだったり、梅干しだったり、そういったものですよねは入ってる。でこれがまた、ね、痩せ体質へと導いてくれる鍵なんですよね。このクエン酸を取ることで食べた時にですね、お体が酸性になって太る体質にこう傾くのを、いやいやこっちでしょと導いてくれる、まあ、要するに体内が弱アルカリ性へとやはりですね戻してくれる効果がこのクエン酸なんですよね。そうすると何が起こるかっていうと、パフォーマンスがめちゃくちゃ上がるんですよ。もう臓器が一番
こう活発で動いてくれるその状態がこの弱アルカリ性じゃないとダメなので、逆に脂っこいものとか甘いものをいっぱい食べてる方っていうのは常に体が酸性なので、もう行き着く先は病気ですよ。なのでもう太ってしまうし病気にもなるし、もいいことゼロですから、いかに早くこの弱アルカリ性に食べた後戻すかっていうのがね大事なんです。そしてビタミン C もう分かってますね。もうレモンといえばビタミン C ですよね。そしてむくみ改善、カリウムも入ってますから、見た目もキュッとね絞っていきますよということで使っています。はい、そして最後にですね、今回ちょっと飲みやすくするために蜂蜜も使いました。でもちろん蜂蜜ね無理に入れなくてもいいんですけども、ちょっとねやっぱりデザート感覚で甘み欲しいなんていう時は白砂糖とかね人工甘味料なんかは使わずに、天然の蜂蜜とかメープルシロップがおすすめです。で今回蜂蜜使った理由は、あの脂肪燃焼効果が高くて、しかも腸内環境を整える調整薬のオリゴ糖も入っています。でポリフェノールが入っていることで、またここでさらにね脂肪燃焼効果もアップさせることができますし、何よりもここ栄養価が高いんですよね。白砂糖なんかは栄養ないです。もう全部そぎ落として生成された甘味料ですからね、あのようなものをやはり取ってしまいますとね、まあ、太りますし栄養不足になっちゃいますよね。血糖値も上がりますし、なので蜂蜜を使うことでいろんなビタミンミネラルをしっかりねそこで取ることで、やはり痩せホルモンの材料になるわけですからね、しっかりと痩せたい、ダイエット成功したいという方は栄養不足になっている可能性が非常に高い。栄養不足になると痩せホルモンの材料がないわけですから、もうどんどん太っちゃうんですよね。なのでしっかりと腸活メニューを取る、栄養を取るっていうのもダイエットを成功させる上ではね大前提になってくるんですよ。では3つ目の項目です。どのようにその痩せるドリンク作れば良いんでしょうかということで、今回ご準備したのはレモン豆乳ドリンクになります。もうこれね美味しいんですよ。あのドリンクというよりもうあのデザート、トロントロンに、ね、なるヨーグルトみたいになるんですよ、このレモンのおかげでですね反応して。なのでもうぜひね作ってみてくださいね。でこの項目ではね今から材料と作り方をお伝えして終わりたいと思います。でまず材料1人分です。無調整豆乳です。ここね調整じゃダメですよ、無調整豆乳が大事ですね。もう全く添加物が入っていない、できれば国産大豆でいいものを選んでくださいね。を 200ml、まあ、コップ1杯分ぐらいと考えてください。そこにレモン果汁を大さじ1入れる、そして蜂蜜も大さじ1で、ここでねちょっとこうおしゃれにねもっと酸っぱいの欲しいなっていう方はお好みでこう輪切りのレモンなんかを入れていただきますと、さらにこうデザート感覚で召し上がっていただくことができると思います。では作り方に行きましょう。1番目です。まずグラスをご準備くださいね。そこにレモン果汁と蜂蜜を入れて、ここでちょっとしっかりとよくも混ぜ混ぜしてみてください。でここでやっぱり溶けやすくするためには、私はいつもこの蜂蜜は電子レンジでレンチンしてちょっとねシロップ状にこうサラサラと変えてからします。でここでしっかりねねりねりしていただいて、あと2つ目その後にですね無調整豆乳を入れるんですけども、ここがポイント。一気にこうドバッと入れますとちょっと分離してしまってうまくねトロトロにならない場合もある、私も失敗した経験もあるので、優しくですねゆっくりゆっくり少量入れて少しずつしっかりなじませてかき混ぜながら作ってみてくださいね。もうそうするともうここでもほぼねヨーグルト感覚になってると思います。そして3番目、もうこれはお好みでいいです、無理に入れなくてもいいんですけれども、ここでねレモンのスライス、私はよく冷凍のレモンスライス入れるんですけれども、そこで入れますとさらにこうちょっとねデザート感覚で召し上がっていただけると思いますので、ぜひ作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は夏バテの防止になって、しかも女性にとって嬉しい女性ホルモンのバランスを整えてくれる、しかも脂肪燃焼効果があるダイエット効果も一気にね手に入れることができる美味しい、まあ、ドリンク、まあ、どちらかというとデザートドリンクみたいな感じですね、ご準備してみました。ぜひ今すぐもう簡単にね作れます。そしてもう美味しいので、ぜひ日々のあなたの健康とダイエットにお役立ていただければもうとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。